オです。今回のゲストはなんとイングリッシュオサルさんです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。知ってる方多いと思うんですけども、イングリッシュオサルさんに自己紹介の方をしていただければなと思います。イングリッシュオサルと申します。英語の YouTube チャンネルを運営しておりまして、まあ、登録数28万人ぐらいですかね。まあ、英語のオンラインスクールだったりとか、まあ、それ以外にもですね、アオさんにマーケコンサルだったりとか、そういったところを指導しているビジネスと、まあ、英語の方をね、両方オンラインスクールなどを運営しております。いくら億円儲かってるんですか？あ、そうですね、まあ、2年間ぐらいの累計で 9.3 億円ぐらいですかね。いや、すごくないですか、ね、2年間で 9.3 億ですよ。小学校の先生だったんですよね。高校ですね。高校の先生だったのか。はい、高校の先生をしておりまして、リサーチ不足がちょっと露呈しちゃいましたけど、そっから2年間で 9.3 億ですもんね。そうですね、教員2年間やって、1年目で個人事業主の人が7000万くらいですかね。で、すぐ法人、まあ、切り替え、そこから1期目で 5.2 億円ぐらいで、今年も今もうすでに4億円くらい超えたので、累計だと2年ちょっとで10億円ぐらいですね。あ、すごいですね、はい、高校の先生だったけれども、まあ、動画を軸に事業を作っていって、はい、いや、そうなんですよ、まあ、10億も稼いでいったと。そうなんですよ、本当誇張なしにですね、動画のおかげでここまで来れたというところで、世界のマーケティングとかでも動画に力を入れろって言われてるので、言い過ぎじゃないくらい動画が大事って話ですね。忖度なしでとか言うのが絶対忖度入っちゃうんですけど動画編集者っていう仕事ってこれからどうなっていくと思いますか？動画を軸にビジネスを作られていて、動画編集者にお仕事発注する人じゃないですか、まあ、その人からすると、まあ、動画編集者の価値って今後どうなっていくのかなとか、そうですね、そういうところをちょっと聞かせていただければ。そうですね、やっぱ今見てる視聴者の方はですね、多分動画編集も飽和してるだったりとかね、うん、というふうに思うかもしれないんですけど、発注者側からの目線だと全くそんなことがなくてですね、僕自身1年ちょっと前ぐらいに始めたんですけど、3人か4人くらい編集者を変えたりとかしていて、何が起こるかっていうと、僕の期待通りというか、うん、質の高い動画を納品できる人っていうのは5人出会えて1人出会えたらラッキーみたいな。あー、よく言いますよね、思ってるよりもないと。で、しかも優秀な人っていうのは、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、もっと上のレイヤーに行くので、うん、飽和しようがないみたいな感じですね、僕の印象として。まあ、動画編集者って言うけれども、この中で発注者のニーズを満たすというか、有効な動画編集者っていうのは彼が少ないと。あ、本当そうです。ESFとかで一緒ですよね、はい、機能とか作業できるっていうのと違って、ライティングかけたりっていうのと、うん、ただ動画編集だと、その視聴技術をしっかり保ったの飽きない工夫ができる動画編集の仕方だったりとか、ただ単に作業じゃなくて、まあ、こういう風にしたらもっと視聴技術伸びますよとか、 YouTube のアナリティクスを見ながらこういう編集にしたいとか、あなたのブランディングこうだからこういうものにしようみたいな提案ができるところまで行くと、ほぼいない、ね、なるほど、はい、いや、それができる人は逆にディレクターとかになっちゃうから、構造上動画編集者ってのは飽和しないよねっていう。そう、そうですよね。だからスキルっていうのをしっかり確立して、うん、権威性をしっかりそこでつける、そしてキャッシュを貯めたりとか、まあ、あとは副業とか、そのポジションでずっといたいっていうニーズもあると思うんですね、はい、もう私なんてそんな責任者になりたくないと、ただ作業して、まあ、そこそこ稼げてとか、逆にそれを軸にオンライン作るとかを普通に売っていって、うん、いたいっていう人は全然いいと思いますね。需要はあるってなとみんな感じてもいると思うんですよね、はいはい、仕事はある、うん、ただ単価が低くなってんじゃないみたいな、時給低いなみたいな感じの人も多いと思うんですけど、うん、発注者的にはどうなんですか？そうですね、僕が担当してる方とか数千とかじゃないですし、うん、1万円以上だったりとか、うん、で、僕は前置の長い動画とか、うん、1時間とかの動画だと10万とか20万とかかかりますし、うん、まあ、単価自体がそもそも実力次第とか、うん、その人に依存してもらえるように質の高い動画を渡していれば単価は高くなりますし、そもそも僕だったらマーケットアウトっていうか、動画編集をやるのは前提だけど、さっき言ったような提案ですよね、動画が伸びるような、うん、そういうところで値段が相場にないところをプラスアルファしていくことによって、はい、1本2万3万とか5万とか分かんないですけど、うん、可能かなって思うんですね。なるほど、うん、そういうのができる人には全然払っていいけど、できない人だったらちょっと払いたくないなっていうのは正直なところ。そうですね、結局発注者が見てるのは単価の相場よりも高いから、うわ高いじゃあやめようじゃなくて、単純にその動画を作って元が取れればいくらでも払うんですね、うん、極端なこと言うと、その1本の動画で条件の効果を生み出すことが分かっていれば1本に100万かけることもできるわけですね。逆に言えば動画編集できますじゃなくて、うん、動画からこういう仕組みで売り上げができますまで理解しないと、まあ土台が立ってないよってことなんですね。 L ステップも動画編集も分離してるようで分離してない、うん、だから全部理解してる人がやるとめちゃめちゃ貴重です。なるほど、うん、動画編集者になっていけば稼げるよということ で、ね、動画編集やってる皆さんは今の話聞いてね、しっかりやっていけばいいし、動画編集始めようかなと思ってる人はチャンスあるんだなと思っていただけたら思いますけど、ますます動画のやっぱ見やすくなってますし、需要はむしろ上がっていくというか、ね、で、なんでこれが分かるかというと、海外のマーケティングとか見てるんですけど、まず動画に力を入れろって書かれてるとか、ああのよく E2C って言われますね、うん、個人が影響力を持って、これ結構昔からも海外で言われてて、うん、で、どんどんもう動画が当たり前になって、もうみんなどんどん発注していくと、うん、優秀な編集者が足りないみたいな感じになって、みんな言いますよね、はい、編集者だねって。そうですね、で、本当動画編集ってなんかイメージで言うと、動画作って編集するだけかと思いきや、1本の動画を作って
方展開していくインフルエンサーが多いんですよ。例えば YouTube 動画を作って Instagram、僕実際に動画使ってるんですよ、切り抜いて。であとは Facebook とかもできますし、海外だと Facebook ですね。あとはあの Twitter ももちろん、まあ、Twitter 動画あるんですけど、まあ、Instagram とか TikTok とかに横展開できると。そこでコンバーターですよね、YouTube だけじゃなくて切り抜いてうまく編集したりとか、そういうのも増えてくるので、結構今も増えてるので、いくらでもクリックチャーできるかなと思うんですよね。今の話聞いてると、動画編集者界隈だと、YouTube 動画編集はなんか低いなって、TikTok だ、ショート動画だとか、広告動画だとか、なんかいろいろ言うんですけど、マーケター的には、いや、一番金かけるべきは YouTube でしょってみんな言うじゃないですか。僕はそれ派なんですけど、そうですね。言ってくださいよ、先輩。本当、おっしゃる通りで、僕のマーケター目線としては、YouTube がもう一番最強のプラットフォームで、まあ、理由がありまして、Instagram の動画作っても YouTube に上げられないんですよ。で、TikTok の動画作っても YouTube 用には適してないと。でも YouTube の動画って長尺が前提ですよね。これが一番難しくて。で、ここから僕の場合だったらブログにね、書き起こししてみるとか、インスタグラムは短い短尺なんで、もちろんできると。TikTok にもできると。っていうところで、YouTube ができるならば、例えばクライアントさんに提案して、インスタグラムもやってみませんかとか、そういうふうになんだろう、単価がもう上げ放題とか、インスタグラムだったらもうインスタグラムで終わっちゃう。だけど YouTube だったらもういろんな展開の仕方ができるんで、そこを抑えていくのが必須かなみたいな。僕はそういう目線ですね。例えば、あとは僕実際に今頼んでる方って、YouTube 僕が伸びたので、その方の権威性もやっぱすごいんですよ。なぜかというと、やっぱ僕らの中でもインスタグラム、TikTok、YouTube、どこが影響力あった方が一番その人がすごいかっていうと、やっぱ YouTube なわけですね。インスタグラム10万人よりも YouTube10 万人の方が、もう圧倒的に違うわけですね。単価をこうアップさせていくっていう観点でも YouTube を抑えておいた方がいいですし、今後自分が動画編集者として権威性をつけていきたい時も YouTube を抑えておくといいかなと思うんですね。考えやすいのは今後の資産性に、今自分はリソースを割いてるんだって思考でいればいいかなと思うんですね。賢いっすね。ありがとうございます。要は、なんか高い仕事を欲しいと思ったら、発注者、クライアントが金持ちじゃないといけないわけじゃないですか。そうですね。金持ちになるためには賢くないといけないわけじゃないですか。そうですね。で、賢い人は YouTube に貼ってるってことですね。つまり、高い単価取りたければ、YouTube 動画編集やればいいっていうロジックになりますよね。うん、そうですね。まあ、最近はこう、ショートとか、そういうのなんか流行ってるとかって言いますけど、なんか僕としてはその目先に過ぎなくて、いかにこう、なんだろう、動画編集単体で撮っていくっていうよりかは、もちろんそのコンバーターだったりとか、さっきの提案とか、要はマーケットアウトしていかなきゃいけないんですよね。動画編集はあくまで切り口に過ぎなくて、そこから信頼を積み重ねていったりとかして、やっていけば僕はもう本当に動画編集会議のマーケターみたいなのができるかなみたいな。今動画の需要がすごいから、みんな動画作るから、動画編集者っていうのは最もクライアント接点を持ちやすい職業なのかもしれないですね。そうですね。そっからいろんなマーケティングだったりとか、コンバーティングだったりとか、いろんな提案がしやすいから、動画編集スキルをフロントエンドにクライアント思って、バックエンドとしていろんな提案を持っておく、で、そっちで結構稼ぐみたいな。そうですね、やり方も動画編集者の一つの使い方、そうですよね。だから全然それができればレベシアとか普通に提案とかもできると思いますし、動画編集切り口で例えばね、Lステップの、ね、人とかも組んだりとかして、全部巻き取っちゃうわけですよね。全部巻き取って、じゃあレベシア 20% くださいみたいな、で、成果出ればいいので、僕としてもすごいありがたいですよ。僕分かれてるんですよね。Lステップの人、動画編集の人、サムネの人、各トップの人がやっぱいるので、逆に動画編集を切り口に営業してって他の部分を巻き取ることができれば、僕めっちゃ楽ですよ。だって僕みたいになってくれるわけです。まあ、コミュニケーションコストがかなり下がるんで、そういう提案できればいいですよね。ああ、確かに。確かにな、じゃあね。というわけで、今回はビジネスオーナーが動画編集について語るっていう、まあ、僕みたいなね、動画編集上がりじゃなくて、ビジネスを作った人間がやっぱ動画編集者欲しいよっていう貴重なね、話をしていただきました。はい、これも動画を見てですね、動画編集者住みたいなって思った方はですね、概要欄にですね、2022年稼げるか動画編集者、稼げる動画編集者の違いと、で、動画編集者のパソコンの選び方、ソフトの選び方、そしてその1円の稼ぎ方、5万円の稼ぎ方、20万、50万、100万みたいな、いつもね、バーって今、編集者が出してくれてると思うんですけど、こんなにたくさんね、プレゼントがもらえるようになってるんでね、お猿さんがね、プレゼント用意しろっていうふうに僕に言ってきたわけなんで、お猿魂のね、入ったプレゼントをですね、皆さんも概要欄から受け取っていただければいいかなというふうに思います。はい、この動画がいいなと思った方はグッドボタン、悪いなと思った方はバッドボタンを押していただいて、学んだことがあったなと思ったら学んだことをね、コメント欄でアウトプットしていただければ幸いです。この動画を作るのに5年もかかってしまいました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。